船橋市にある中国茶坊大華堂。ここは創業9年と少しになりますけども、ヤム茶と中国茶でお客様にゆっくりしてもらうことをモットーにしてやっております。茶という大きなロゴが目立つ店内。このお店では店長自ら中国で買い付けてきた様々な種類のお茶を味わうことができます。店長におすすめのお茶を聞いてみましょう。このお茶は三方台と申しまして、需要競争、それから夏バテの時期にとても好まれるお茶です。中国の人は皆さんこれ大好きで、少しお砂糖が入ってますのでたくさん飲みます。ロンガンとか菊とか夏目とか入っていて、冷え性とか疲れとかによく効くお茶です。こちらは菊の花のお茶です。干した菊ですけども、これは中国では皆さん絶賛するぐらい健康にいいお茶で、疲れとか目とか肝臓にとても効くお薬です。このお茶は工芸茶と申しまして、中国の方が手作りでお花を組み込んで作ったお茶です。お湯の中に入りますとお花が水中花のように咲くお茶で、最近日本では大変人気になっております。お茶と一緒に楽しめる美味しい食事メニューも揃っています。ぜひゆっくり味わってみてください。船橋にお越しの際はどうぞ大華堂においでくださいませ。お待ち申し上げております。